平成22年6月14日月曜日、総理大臣官邸で第6回口蹄疫対策本部会合を開催しました。九州全土に広がると広がらないかの瀬戸際でありますので、宮崎県を越えてですね、広がっていくということを何としても阻止するためにも全力を挙げて、改めてですね、できることは全てするという態度で臨んでいきたい。午後、衆議院本会議に出席しました。菅総理の所信表明演説に対する代表質問が行われ、口蹄疫問題、米軍普天間基地移設問題などについての質問に答弁しました。総理大臣官邸に戻り、青年海外協力隊帰国隊員による報告を受けました。青年海外協力隊は1965年に相手国の人々と生活と労働を共にしながら、相手国の社会的経済的開発に協力、親善と相互理解の促進などを目的に創設されました。15日火曜日、総理大臣官邸で沖縄県の中居間宏一知事の表敬を受けました。その後、参議院本会議に出席。菅総理の所信表明演説に対する各党からの代表質問に答弁しました。総理大臣官邸に戻り、菅内閣として初めての行政刷新会議を開催しました。16日水曜日、菅総理以下全閣僚は野党から提出された菅内閣不信任決議案を審議する衆議院本会議に出席しました。本決議案を提出した野党から賛成、与党から反対の討論が行われ、その後の採決の結果、反対多数で否決されました。菅内閣不信任決議案は否決されました。17日木曜日、総理大臣官邸で第4回成長戦略策定会議を開催しました。私の信用面ですね、強い経済、強い財政、強い社会保障と言いましたけれども、強い経済なくて、財政も社会保障も目立たないわけでありますし、この強い経済を引っ張っていくのがこの新長期成長戦略であります。そういった意味で、今日のこの取りまとめは単に新成長戦略を取りまとめたということで、いわば終わりになるのではなく、新成長戦略に沿って財政配分を決める、今度の予算についてはこの新成長戦略を大きな判断の柱にして作っていくと。アフガニスタン・イスラム共和国のハーミド・カルザイ大統領と首脳会談を行い、アフガニスタン政府による諸課題への取り組み、今年外交関係開設80周年にあたる2国間の関係の展望、日アフガニスタン政策協議の設立等について協議しました。首脳会談後、共同記者発表を行いました。18日金曜日、総理大臣官邸で日本経済団体連合会の米倉会長、日本商工会議所の岡村会頭、経済同友会の桜井代表幹事と懇談を行い、経済情勢、経済政策に関する意見交換を行いました。その後、拉致問題対策本部第2回会合を開催し、昨年10月の拉致問題対策本部設置以降の報告および今後の進め方について意見交換が行われました。午後、月例経済報告等に関する関係閣僚会議に出席しました。その後、
第7回口蹄疫対策本部会合を開催しました。感染拡大の防止が第一ということで、本当に乗っていただいて頑張っていただいております。そのためには感染拡大の原因となっている管蓄および疑似管蓄の殺処分、埋却を早急に終えることが必要であることは言うまでもありません。次の段階としてはワクチン接種、家畜の処分を順次早急に進めることが必要であります。管蓄、疑似管蓄と同様しっかりとした段取りをつけて計画的に処分を進めてまいりたいと考えております。引き続きこの危機管理上の重要課題に対し内閣として総力を挙げて取り組んでいく所存であります。